こんばんは。今回は7月20日リリース、スノーブレイク、やっていきます。ゲームはね、シューティング RPG って書いてました。やっていきます。あ、パソコンとスマホ、両方でできるみたいです。冷凍ポットのロックを解除。宇宙ステーション内の重力変化にご注意ください。総酸素濃度が低下しています。脱出ポットセット完了。ランプの指示に従って宇宙服に着替えてください。生体認証が成功しました。操作権限を付与しています。目標は脱出ポットを分離。予行演習に従い攻撃命令を実行。攻撃指令遮断。生存者登場の可能性あり。着陸地点エリアゼロ範囲内。ヘイムダル部隊による回収を要請。陣形を保持。直進する。繋いでないからめちゃくちゃやりにくい。これ酔う。なんかちょっと動きがかっついてる感じがする。目標達成。指示を待つ。敵襲。敵の増加を確認。重い。目標の排除を確認。重い。予備は十分にある。敵襲。おいおい。これいかん。重いぞ。目標の排除を確認。
か。設定が出た。なんか重いんだよね。コントローラー繋いでないからな。目標達成。指示を待つ。敵襲。予備は十分にある。重いんだよね。敵襲。予備は十分に。予備は十分にある。制圧射撃を始める。暗く長い九つの夜、自分の傷に捧げる。あったりする。自分のパソコンのスペックなのかもしれないけど、どうかな。自分のパソコンのスペックそんなに高くはないけど、これで動かないんだったら動かない人多いかも。ちゃんと途中ですけど、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。